こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけれども、古着屋さんで購入したフランス製のウールのキャップをかぶりまして、ラルフローレンのシャツ、ベージュのシャツですね。で、中にヘイズの T シャツを着て、リーバイス501のリジットを履いたスタイリングになっております。ちょっとずつ肌寒くなってきましたので、出かけるときはこの上にさらに羽織っていたんですけども、室内ではまあこのような感じになっております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回は私が購入したものを1点だけご紹介をさせていただきます。リーバイス501の WX を購入した時も1点だけ購入したものというので、特別バージョンというか1点だけご紹介をさせていただいたことがあったんですけども、今回もちょっと1点だけご紹介をさせていただきたいと思います。それがこちらの商品になりまして、ロッキーマウンテンのジャケットといいますか、アウター、マウンテンパーカーのようなデザインのパーカーになります。で、色がグリーンで、このナイロン部分はゴアテックスで、肩のヨークの部分がレザーを貼られたタイプになっております。こういうアイテムっていうのは今までシェラデザインのパーカーを64クロスのパーカーを2着ブルーとベージュそれぞれ所有をしていたんですけども、それと同じような使い方になると思うんですけども、ジャケットを着てその上に羽織ったり、ニットの上に羽織ったりで、ウールパンツなんかで履きたいなと思っております。 501WX の時よりも多分パンチ力というところで言うとちょっと弱いような気もするんですけども、なぜ今回このアイテムだけご紹介をさせていただいたかと申し上げますと、かなりちょっと思い出深いと言いますか、自分の中でずっと気になっていた商品でして、それをようやく購入することができました。この商品自体を、商品というか映画の中で見たことがありまして、ずいぶん昔にギャルソンというフランスの映画がありまして、イブ・モンタン主演のフランスのいわゆるこうカフェのようなところ、レストランのようなカフェのようなところが、モチーフになっているか、イブ・モンタンがそこで働いているという設定の映画で、内容としましては私自身はそんなに面白かったという記憶はないんですけども、ただそのイブ・モンタンがものすごくかっこよくていい味を出している、とてつもなく色気のある、ただどっかちょっとこう抜けている役なんですけども、そのイブ・モンタンが来ていたわけではなくて、そこに登場してくる一人の女性がいるんですけども、その女性の方が、これのボディがベージュで、肩のレザーは多分この色だったと思うんですがっていうパーカーを着てらっしゃって、で中はネイビーのブレザーに多分ラコステだと思われるポロシャツを、黄色いポロシャツを襟を出して、ジャケットの上にそれをこう襟をかぶせて、その上にさらにこれを着ているというスタイルをされていました。結構前に見た映画だったんですけど、なんとなくそのスタイリングがすごく洒落ているなと、かっこいいなとずっと思っていたものの、実際それがどこのものなのか、どこのアウターなのかっていうのは正直全然分かりませんでした。なんとなくずっとこう頭の片隅にはそのものがあったんですけれども、つい1ヶ月2ヶ月前ぐらいに、上司の方から教えてもらったラブームという、これもフランスの多分70年代ぐらいの映画なんですけど、それは中学生ぐらいの若い女の子が、いろんな友達の家に行ってパーティーをする、ホームパーティーをするみたいな映画で、映画というかドラマのような映画なんですけど、そこのその主人公の女の子のお父さんがこれの真っ赤のボディで、多分黒レザーだと思うんですけどっていうアウターを着ているシーンがありまして、それを2ヶ月前ぐらいに見た時に、あの時のあれだと、ギャルソンの時のあのパーカーの色違いを着てるというので思い出しまして、それを2ヶ月前ぐらいになんとなくまたそれを思い出し、ようやく手にすることができました。ギャルソンを見た時はそんなにこう検索する機能すらもそんなにまだ充実をしていなかったので、なかなかこう調べるつてがなかったりしたんですけど、つい最近またそれを思い出して、今だとやっぱりいろんな調べる方法があるので、いろいろ調べたところ、ロッキーマウンテンのこのモデルだということが分かりまして、もう迷わずに購入をしました。で、そのギャルソンの映画で着ていたベージュボディのものっていうのがちょっと見つからなくて、このグリーンベースのもの
したんですけども、まあ、それでもベージュじゃなくてよかったかなと。シェラデザインでベージュを持っていますので、まあ、グリーンでやっぱりいろんなバリエーションで使うことを考えると、まあ、グリーンの方が使いやすいかなと思ってグリーンを購入しました。でつい最近またちょっと話がそれるんですけど、セカンドというあの雑誌がありまして、そこでアナトミカの紹介とかをしているコーナーがあったんですけど、まあ、そこでもちょっとだけこの商品が紹介をされておりまして、で多分アナトミカのこの秋冬の多分そのイメージフォトみたいなのでも多分これを使われていたんじゃないかなと記憶してるんですけど、なのでちょっとまあ私が購入したタイミングもそうですし、まあアナトミカとかが注目している、アナトミカに限らずもしかしたらこうファッション業界でも少しこう注目をされていくんじゃないかなとなんとなく思っているアウターの一つになってます。まあ、その注目されていくかどうかっていうのは私自身はあまり関係ないんですけど、まあ、ただ単純にあの時の思い出が蘇って、そして手に入れたというアイテムになります。ちょっと一度着てみたいと思います。で、この後ろ側のここにフードがまあ畳まれて収納されているので、まあ、要は M65 とかと同じような形ですね。ちょっとこう襟がこう大きくなって見える、こんなバランスになってます。で今ちょっとドローコードの中絞ってないんですけど、まあ、多分もう少しこう絞って着るかなと思ってます。こんな感じで着たいなと思っております。で、まあ、今この、まあ、こういうカジュアルなシャツにデニムなので、すごくこうカジュアルなスタイリングになってしまってるんですけども、普段の私のがやっているスタイリングのように、例えばネクタイをしてジャケットを着てとか、あとはニットを中に着てウールパンツを履いてとかのように、まあ、メンズドレスファッションのこう外しアイテムとして使っていきたいなと思っております。で、まあ、ゴアテックスですので、まあ、雨にもやっぱり強いと思いますし、まあ、このレザーの部分が雨に濡れるとどうなるかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、そんなに気にせずにガンガン、まあ多分雨の日が多くなりそうな気もするんですけど、使っていきたいなと思っております。あとまあこれのやっぱりいいなと思っているところは、デザイン的なところも面白いんですけども、やっぱりその機能性ですね。フラップ式のポケットがあったり、まあ、そこと併設するようにこうフロントにもポケットがあって、まあ、胸ポケットもあって、で内側も大きいポケットが2つついているというディテールになってます。でカフス周りはこうベルクロで絞れるような形になってますので、雨風をちゃんと防ぐために作られていて、かつまあデザインも面白い。ウエスタン調のこのヨークの切り返しなんかもやっぱりかなり好きな、やっぱり今私が一番着たい雰囲気のアイテムかなとなんとなく思っておりまして入手しました。でボンビューでもできるだけ、まあ、要は今私たちが着たいものをおすすめしたいっていうのがボンビューの前元々のコンセプトになりますので、まあ、いい状態のものが見つかればロッキーマウンテンのこちらもボンビューで販売できればなとはなんとなく考えていますので、まあ楽しみにしていただければなと思っております。まあ、フレンチアイビーっていうキーワードで昨年の夏ぐらいから少しずつ言われるようになってきたんですけども、まあ、いわゆるこうアメリカっぽいアイテムを、まあフランス人が着るとフレンチアイビーになるっていうのが、まあ割と分かりやすい解釈だと思うんですけど、まあそれのまあ代表的なアイテムがこういうのだったり、まあ、先ほどご紹介したシェラデザインだったりっていうものも該当してくるのかなと思っておりまして、まあ、私自身そのフレンチアイビーのためにっていうことではないんですけども、純粋に今そのウエスタンブームっていうのは私の中でやっぱりまだ熱いので、まあ、それにのっとったアイテムの一つとして購入をしました。コーディネートに関してはもう少し肌寒くなってきたら着用しようかなと、もしかしたらでももう結構寒いので着用するかもしれないんですけど、インスタグラムにどんどん投稿していきたいと思いますので楽しみにしていただければなと思っております。はい、今回私が購入した特別バージョンというか特別編1点だけ、ロッキーマウンテンのアイテムを紹介させていただきました。またなんか思い出があるものとか、まあ、例えばものすごく高額なものとかを購入する機会があれば特別バージョンでお知らせをさせていただきますし、まあ、通常通り買い物をしたものに関しては、まあ、何日か、まあ、1ヶ月とかでまとめてこちらで撮影をさせていただきますので楽しみにしていただければなと思っております。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。